3、4、はい、楽さない。ナイスナイス。はい。ということで、さよならハイラックスということで、もうさよならなんですか。さよならです、ハイラックス。うん、本当長い間お世話になったなっていうふうに思うんですけど、たくさんお世話になりました。本当にハイラックスありがとうございました。なんと2022年2月、ハイラックス生産終了ということで。パチパチなの？はい、これはパチパチでございます、僕からすると。どうしてですか？なんでですか？だってみんなに乗ってもらいたい車ナンバーワンじゃん。そうでございます。なのに生産中止ですって。そうなんですよ、みんなに乗ってもらいたいけれども、うん、それと同時に生産中止ってことは玉数は限られてくるっていう、希少価値が上がるんですよ、また。なるほど、はい、はい、ただでさえ希少価値高いのに、リセール率もめちゃめちゃいいのに、そしてそれがまた希少価値をなすと。えぐくない？すごいレア車になるってことですね。そういうことでございますね。 XZGR がねだったんですけど、それらも生産が終了するということで、それに伴ってトヨタ車から全12車種がなんと今回ね、生産をね一時休止したりだとかっていう発表も含めておられると。ハイラックスもね、今回生産中止というねアナウンスが出ております。加えてね、ランドクルーザープランだったりだとか、ハイエースとかね、ジャパンタクシーとかね、あそこら辺も生産がストップすると。へえ、最近よく走ってる形のタクシーのやつ、うん、そうあれがね中止するということで、中止をしたとともにアップデートが施されたりだとかっていうのも考えられるんじゃないかと、いうことも含めてね、まあ、それぞれの情報はまだ定かでございません。ハイラックスで暮らすダンと C でございますから、はい、これ越に浸りながら毎日毎日楽しんでいきたいと思いますよ。ダンと C のハイラックスハイライフ、チャンネル登録ぜひですねよろしくお願いします。お願いします。ね、ということで、今日はですね、マシンガントークしていきたいなと思いますよ、はい、よろしくお願いします。はい、ということでレッツゴー。はい、ハイラックスはさ中止するってことはさ、ハイラックスを探せとかさ、僕らゲーム開発したやん。したな。もっと大変になるんじゃない？なるよ。でこの前やった時ですらもう全然いなくて大変でしたからね。2時間半回して計4台しか見てない。交通量もかなり多いところで、さらに言うと黒と白が多いので、ダークブルーメタリック本当に見ないね。いないね、ダークブルーメタリック。いないね。ダークブルーメタリックよりもブロンズの方が多いよね。あ、そうだ、オキサイドブロンズメタリックね。オキサイドブロンズメタリックね。はいはいはい、はいはいはい、うん、オキサイドメタリックブロン、オキサイドね、オキサイドメタリックブロンズ、オキサイドブロンズメタリックね。オキサイドブロンズメタリックね。うん、あ、例えば僕らがハイラックスをさ乗らなくなったとするとするじゃないですか。そしたらしーちゃん何に乗りたい？だからこの生活をできるってことを基盤に考えたいじゃん。で皆さんにおすすめも考えてここまでこう生活をしてきてるから、しーちゃんはいろんなことを考慮できるわけじゃん今、はい、これだったらこんなこともできるんじゃないかっていう想像も含めてさ、どんなさ車種を選びたい？まず、やっぱ四駆は私もともとフォルム的に好きだから、そういうお車がいいのと、四駆 SUV ってこと、うん、スポーツユーティリティビークルのことね。以上です。うん、うん、で車種はやっぱり車内でフラットで寝れるっていうお車はすごいいいなと思うわけですね、うん、ファミリーカーっぽいやつ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 、まあ椅子倒したりとかすれば寝れるんだろうけど、うん、ちょっとやっぱこう間を埋めたりとかゴツゴツを鳴らさなきゃいけないじゃない。さらに備品が必要になってるってことね、プラスファミリーカー的なものだと、はいはい、乗り心地いいのよ、空間広いから、うん、だけど寝るとなると、うん、空間広いとね寒い。あー、なるほど。そう、はい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 、ハイラックス2台だから、うん、あの高さだから寒くさはそんなにないけど、はいはいはい、広くなっちゃったら寒いから、確かに体温とか温度がね、そうそうそう、対流してくれるからね、暖かい空気浮いちゃうからね、広い分ね。そう、
てそこまで背が高くなくて、うん、フラットになるっていうのを見たことがある車が存在してて、うん、まあ、ちょっと空間広いけど SUV の中でもよ、うん、ランドローバーのレンジローバー、ランドローバーのレンジローバー、ランドローバーのレンジローバー合ってる、あ、うん、あれいいなと思いました。あ、マジで、どこで見て思ったの。キャンプした時にその人乗ってた車あったでしょ。あれちゃんとまっすぐフラットだった。あ、ドリンクホルダーまでついてた。あ、ランドローバーのディスカバリー2、うん、確かに良かったわ。ランドローバーさんが全体的にそういう風にしてるかどうかは知らないんですけど、その車だけ見てそれは判断してます。あ、そうなんだ、意外だわ。あれ良かったんだ、うん、あの感じ、うん、そっか、うん、それでいて見かけないでしょ。でかくて空間も広くって、うん、なんかこういろんなクリアランスが取れてるっていうのだけがいいわけではなくて、他にも生活するってなった時にその高さとかその空気の行き方とかそういったところを含めるとあの感じがいいんじゃないかと。なるほどね。それはなんかすごい、なんかあれだね、生活のデザインの方だね。そうね。うわー、深っ。車種とか見た目の顔の形とかそういうことじゃなくて、はい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 、中身の良さ。うわー、深いねー。見た目より中身で見るタイプ。なんかそれ言ったらなんか僕のことなんですよ。なんかそういう風に映るけど、そう、僕のことそういう風に映るけど、中身重視のタイプ。だからなんか中身はあるけど、まあ、なんか見た目はみたいな感じで映るけど、いい。そんなこと思ってないですよ。あ、いえ、おいえ、なんかすごいいい着眼だね。あえてもう一度選ばしたところに、ハイエースとかさ、もうやっぱハイエースはいいよね。底辺から寝たら空間ありすぎるから寒いけど、だいたいああいうのをさ、ワンライファーとかの方ってさ、うん、半分ぐらいでベッドにしてさ、下収納にしてるよ。そういう感じにして、うん、ベッドの床も厚めにしてあげれば、多分下からの寒さもないし、何よりあれがいいのは、うん、それをベッドにして後ろをね、うん、で後ろの扉パッて開けてやるのがやっぱ私の憧れなんだよ。なるほどね。こうやって海みたいから景色がね、そう、そのバンの後ろバンって開いて、バンの後ろバンって開いてからバンって寝て、バンってね、でそこでなんかこうね、ギターとか弾いてね。誰か誰かギター弾けたっけ。ん、え、高木ブーとか呼ぶんですよ。呼ぶんか。もう、あ、じゃあじゃあ呼び起こすの、天国から。はい、いいよね、やっぱちょっとよりなんかワンルーム感あるよね。あるね、うん、っていう感じかな。ハイラックスのいいところはやっぱ荷台をね、構築していくっていうのがありますから、でこっから僕らの荷台がどうなっていくかってことも含めてですよ、皆さんにお届けしたいなっていうふうに思っております。はい、知ってるね、シーキャンはもうデザインで言ったらさ、うん、とか燃費とかさ一切考えずに、見た目とかだったらさ、ワーゲンバスみたいなの可愛いけどね。あー、なるほどね。色味とか可愛いのよく走ってる。そうだね、うん、で生活ってなるとやっぱりその燃費とかって大事になってくるし、うんうん、ね、もし修理出すときとかね、うん、国産車の方ができるだけね。そうだね、ロマンティックだけじゃできないよね。でそれを叶えてくれてるの僕ハイラックスだなと思ってる。やっぱりね、この子はねすごく優秀だなと思いますね。改めてハイラックスのいいところ5つ。この巨体にして高燃費、荷台の自由さとクリエイティビティが活かせる、寒冷地仕様。おー、うん、確かにね。だから北海道とか行っても強いってことです。そう、これ標準装備だから。あとは本当にラフロードガンガン攻めれる、秘境の地もガンガン連れてくれる、そしてかっこいい、これは欠かせないって。ハイラックス乗ってかっこいい、かっこよくないっていう人いないもん。かっこいい、かっこいいもん。なかなか日本では走ってない方ですね、うん、こんないいやつ乗れてるんだなと思うと僕は嬉しい限りでございます、うん、今後のね、僕らのね展望をね、皆さんちょっといろいろ発表していきたいなと思います。僕らね、あのトラック暮らしのホームレス YouTuber ということでね、はい、まあ、ダンと C で2人でね今ハイラックスで暮らしております、うん、今後の展望といたしまして、僕らは上半期でハイラックスの荷台のさらなるアップデートを図ります。まあ、そのアップデートにつきましては進捗があり次第ちょっと皆さんにはお伝えしていきたいなというふうに思うので、それは今後ともちょっと皆さん要チェックラーでお願いします。まだ教えてくんないんだ、意地悪、意地悪ですよ。ハイラックスどうなるの、どうするの、アップグレードってなーに。まあでもね、あの視聴者さんの中ではきっとなんかいろいろこいつらこうなってくんじゃないかなんていう風な推測をされてる方もいらっしゃいますから、
それから本当に分かっちゃったらすごいね。いや本当本当本当、うん、こいつらなんかハイラックスなんかやろうとしてるぞというね、何かの答え合わせが絶対できますから、どんなことしてくんだろうなんていうことをね、皆さんよかったらコメント欄にて、お答えいただけたらなというふうに思います、はい、うん、まあ、ハイラックスでね生活をしているっていうことを皆さんに推してますけれども、うん、こんな生活あるよとか、うん、こんな生活をするとこうなるよとか、うん、震災大国日本ですから、生活していく術をね皆さんにアーカイブ化して教科書みたいになってるっていうのが見ていただけるんじゃないかなっていうふうに思って、ハイラックスハイライフは第2章を迎えてますから、今後のコンセプトは皆さんの教科書なんですよ。なんか僕らの起こすアクションだったりとかカスタムだったりとかっていうものの方をまた参考にしていただけたらなというふうに思います。はい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 、はい、そのダンプシーの活動の中でやりたいなって思うのが、何何、YouTube 見てくださってる方ってハイラックスを買ったよとか乗ってるよって方多いじゃないですか。買いましたよっていう風に報告までくださった方ね、いました。うん、いました。そして、うん、わざわざですね DM をくださって、お一緒に YouTube 撮りたいですとか言ってくださる方が、はいはいはい、出てきてくださっているので、うん、会いに行きたいっていうのがダンチャンへの提案。なるほどね。でコラボ動画撮りたい。なるほどね。何名かの方に直接 DM で言っていただいてありがとうございます。 DM。 なるほどね、うん、あ、それはいいね確かに、うん、大丈夫かな僕らギャグ戦だけど確かにね、ギャグ担当だけど大丈夫かな、編集とかも皆さんが思ってる以上にああいう編集だけど大丈夫もうレアな車になるということで、お互いを称え合い褒め合いできればいいんじゃないですか。そうです ね、今年はねそういったところも含めて、ね、ちょっと力をね僕らもつけて、いろんな方々と YouTube 盛り上げていけたらなと、うん、思いますね。いいねー。うーん、 YouTube コラボしたいよって方はよかったら僕らに連絡ください。ください。はい、ということでハイラックスの宝物になりましたよって話をしました。そこからねまたさらに展望はこれからまだまだございます。期待値を、ね、高めてハイラックスハイライフをぜひともチャンネル登録していただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで次回動画でまた会いましょう。ではまた。